この胃腸が上手にできるかできひんかで大体あの味が決まっちゃうんです。あ、すべて日本茶で、これは紅茶。あ、紅茶なんですか。紅茶です。これ紅茶作りなんです今。あ、本当だ、はい、紅茶って書いてある。でこれを今やってもらうのはこの揉むという工程です。だからあの要はもうあのそこで力入れてあの交番使うとずっと抑え込んでいけるんですけど、ちょっと皆さん全員無理なのでこういう感じであの揉んでいってもらったらいいで、だんだん中の水分が出てきたりしてお団子になってくるものなので、お団子みたいになってくる方がよく揉めています。これが一番やりやすいと思います。こうこうで、じゃあとりあえず半分ぐらい中を揉ませる。でこれを揉んだ後まあ細かいのと粗いのと分けるんですけど、今日はもうそういうことせずにこの発酵という段階に入る。発酵という段階はもう何もせずに濡れタオルを置いて、まあ、2時間から3時間置きます。そうするとどんどん発酵が進んで色が紅茶の色になる。どっちかというと黒っぽくなる。温度とかも関係あるんですか。はい、温度はね、だいたい25度ぐらい。じゃあ 今ぐらいの時期、なんか夏だともっと温度が高い。はい、まあ温度が高い方が発酵は早く進む。でも25度ぐらいでゆっくり発酵した方がいいのができる。やっぱり適温が30度超えるとちょっとで、もし作って酸味が出てくるとちょっとなんて言いますか、腐敗やないですけど、ちょっと別の発酵になってます。あ、乳酸菌とか、はいはい、そういう発酵になってます。はい、はい、そして3分ぐらいで回していただいても、じゃあ3分ぐらい次の方するような、ちょっと量が少ないので、はい、それますか。